手でお迎えください。
車の後ろの方に、はい、こちらツリーもありますけれども、今来てきたら、はい、ツリーがありますけれども、熊も先日、先週のね、土曜日にこちらのツリーの点灯式がございまして、熊もこれを、こうやって、何つけたの？そこをもう一回やると。じゃあ熊ももう一回じゃあ、ツリーの点灯式ではございませんが、あ、皆さんよかったらせっかくなのでカメラに収めてほしいと、しっかり目とかねカメラに焼き付いてほしいと、くまモンがキラ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 にのツリーに、いけるくまモン、この真ん中にすると、これ一回見てあげる？どう見てあげたら届かないんじゃない？いける？じゃあ、くまモンが今から上に、くまモンのツリーの一番上にオーナメントボードをつけ、歩道か、くまモン。ちょっとね、くまモンの短いお手手が届かないみたいなので、くまモン、ツリーはそのまま上からしたら、どうしても行きたい。点灯式をもう一回点灯したいの？皆さんもキラキラ見たいでしょうか？熊本がやりたいでしょうか？はい、よかったらね、もう一回点灯式をね、点灯をやりたいと思います。まだまだ見ないでくださいね。ありがとうございます。スタッフさんがね、急遽ご用意いただいておりますけれども、しばしの熊本の後ろ姿を。はい、このですね、クリスマスも多いし、本当にね、クリスマスの準備ができたと思って、はい、今クマモンツリーの点灯をね、せっかくなのでね、しっかり見せてもらってしまいましょう。クマモンツリーの点灯式どうする？じゃあクマモンがここに刺したらピカッと光るようにする？照明も暗くしてくださってありがとうございます。はい、では点灯式アゲインではもう一度いきたいと思います。はい、スノーマンも一旦、でもクマもこれスノーマン光らせんかったら目が出る、一緒に行きたいと思います。はい、では今もクリスマスツリーの点灯お願いします。イエイ、クマモンが手差し、お、頑張れ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 、ちょっとお手手が短くていける、お、あ、ちょっとなかなか、頑張れ頑張れ、なかなか点灯しませんね、これは。お、いい感じ。あクマも一瞬光りましたけれども、ここに焦れる。これをなかなか難しいですね。逃げてからにしようかな。あ、お姉さんがやらせばしよるじゃないかい。なかなかですね。お、お姉さんまだ何もしてないですよ。まだ皆さん何も見てません。はい、では、クマモンツリーの点灯をお願いします。じゃんじゃーん。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、やったー。ありがとう。また皆さんに向かってポーズを取っていきますので、よかったら目が合ったらシャッターを押していただけたらと思います。クマクマも行きますよ。
があった時に超ファンボで次の点灯式無事ですかね、終わりましたけど、皆さんもうクリスマスの準備進んでますか？もうお家にクリスマスツリー出したよって方、お、後ろの方にいらっしゃいますね。お友達今からかな、悪魔門は、お手紙書いてるのかな、あ、サンタさんへのお手紙を今返して、サンタさん、僕のところにも来てくださいって毎日お願いをしているそうなんですけれども、クマモン、激しいね、お願いが。ちなみにクマモン、何お願いしたの？なんかもう考えながらよだれが出てるってことは、クマモンは熊本の美味しいものか何かお願いしたのかな？ねえ、楽しみだよね。お願いするだけじゃダメだよ、いい子にしてくすばんとサンタさん本件ね、いい子に、あーくまもんいい子だけ、もういい子はよく寝るじゃないんだいほら見て、皆さんまだ見とらすよ、くまもんの今はまだお昼寝タイムじゃないと、まだまだステージタイムですので、皆さんみんなもサンタさんにお手紙書いたりしたかな、お手紙書いたよって友達、今からのお友達も多いのかな、今からサンタさんにお願いするよってお友達、あっはーい、エッジ上がってるね、楽しみだよね、僕と一緒だねって、楽しみだよね、お姉ちゃんもサンタさんに何をお願いするのってクマモンが聞いてまーい、サンタクロースとトナカイさんが飛んでるやつお願いしますって、あら可愛いかね、おもちゃかな、で飛んできてやってくれたら嬉しいよね、楽しみだよね、うわークマモンみたいにね封じ張ってなくてかわいいかね、クマモンもね、やんちゃな男の子供なんですけれども、クマモンのお医者さんいっぱいあるもんね、お姉さん、あ、お姉さんのお願い事は何って、あ、お姉さんいっぱい食べたいもの、うわ、これいっぱい食べたいものいっぱいあるもんね、もう決めきらんですね決めきらないんですけど、クマモン今の時期の美味しい、一緒たいじゃないで、クマモンの方がクイジ張っとる一緒にねえよ、クイジの方がクマモンたそんなことないと、あ、クマモンこのお腹ですけれども、お姉さんと一緒で、あ、失礼ねお姉さんそんな大きくないよ、あ、僕のお腹こんなに見えてるけど、確かにお姉さんの方が大きいんですねクワモンみたいに知らないから、クマモン、先ほども言いましたけど、熊本の美味しいもの、今の時期といえば、クマモンのほっぺたの色の熊本の美味しいものありますよね。わかりますでしょうか。この時期にケーキの上とかにね、赤い色の美味しいものといえば、いちごなんですけれども、熊本のね、いちご、すでにね、旬が始まっております。今始まったところかな。もういちご食べたいよって方いらっしゃいますか、お、何人かいらっしゃいますね、おいしいよね、姉ちゃんたち食べたってね、とってもおいしいんだよね、いちご入って、
熊も何やら後ろに行っておりますけれども、カフェに行っておりましたか。そうなんですよ、熊本県のカフェでもですね、熊も今じっと見ておりますけれども、いちごの、ね、アイスといちごのスムージーが新しくね開けたみたいですので、ぜひ皆さんね、メッセージをお楽しみください。はい、あ、熊もステージ戻ってきてくださーい。あ、会長じゃないかい。もう今カフェはや、熊本のためにカフェはやってないみたいよ。うん、僕にいちごの、あ、何にスムージーか、もう一つ、あ、二つ欲張りであった。お願いします、じゃないかい。熊本残念、誰も出てこられん。もうお腹が大きすぎるけん、ちょっとダイエットしてくださいって言うかもしれん。戻ってきてください。熊も昔一泊の時間ですよ、また熊もお友達のねベビーカーを失礼しました。しっかりね元に戻して、もうちょっといい子にしておかんと、サンタクロースは本件ね、さてわがままばっかり言っとったら本くなっちゃうよ。あわわして戻ってきますね。はい、戻ってきてください。戻ってきたところで、このもんですね、最後にもう一曲ですね、皆さんとダンスをしていきたいと思います。わーけータモクマモンというこの流れという曲なんですけれども、こちらはですね、一緒に踊っていきたいと思います。カモンカモン、知ってるよって方、はい、もちろん知ってます。カモン、ポツリポツリポツリ、知らない方も多いですかね。知らない方はぜひ今日ね、一緒に覚えて帰っていただけたらと思います。このカモンカモン、手拍子をするところがあるので、ちょっとね、練習をしていきたいと思います。皆さんもぜひクマモンを見ながら一緒に手拍子をしていただけると、Thank you.
ね、ありがとうございます。とても上手だった、うん、あ、きっとみんないい子にね、一緒にやってくれたから、私もしっかり見てるよ。今日ね、いい子にしてくれたみんなにプレゼントお願いしますね、熊本からね、お願いしておりますけれども、あ、そして僕の分も忘れずにね。大丈夫でしたか？当たりませんでした？せーのかな？首絞められると思ったら見えるでしょ？しっかりね、はい、一緒決まりました。今日もね、楽しい時間あっという間でしたね。でも時間なのってお顔してますけれども、そう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 、お昼の時間ですよ。皆さんはですね、今日早速12月に入りましたというお話をしましたけれども、ぐーっと寒くなってきましたので、皆さんもね、ぜひ風邪とかね、体調気をつけていただいて、また元気でね、お会いできることを楽しみにしてます。はい、今も皆さんの顔をちゃんと覚えてますからね、今チェックしておりますよ。ぜひまたね、会いに来てくださったら嬉しいです。最後までチェック、こちらもこちらも、うん、OK、OK、うん、皆さん覚えました。でまたね、はい、お会いできることを楽しみにしております。本当に今日は短い時間でしたけれども、楽しい時間をありがとうございました。以上、熊本サプライズ熊本大体と熊本でした。熊本Mm-hmm.